テクノロジーこそ闇を照らし出す光です。もし人類が唯一の真理を確信するのならば、それはテクノロジーの進歩と科学的手法に基づくものであり、もはや止められるものではないのです。私オットー・オクタビアスは科学者としてビジネスマンとして誓います。私の人類に対する義務は果たしたと。ありがとう、ありがとうございます。よく言うなオクタビアス。ここにいる取締役たちが事実を知っていたとしたら、これほど称賛するだろうか。さあ取りまくるぜ。ジェイオナ・ジェームソンにこいつを見せたと、俺の名誉も戻ってくるってもんだ。チェックポイント1、二丸はどこだ。誰だ、姿を見せろ。私の前に出てきてみろ。スパイダーマンだ。どういうことだ、スパイダーマンは僕だぞ。スパイダーマン、ここで何やってやがる。早くコスチュームを着て、あのペテンシを倒さなくては。しかし、この混雑ではここから抜け出せない。ちくしょう、取れねえ。スパイダーマンのこの手の写真なら、ジェームスのやつはいくらでも出すのに。お前はエディ・ブロック。誰、どこかで見た連れだ。そんなことより、向こうを取るのが先だ。やつは、オクタビアスの装置を盗んでいく。なんてこった、こっちを見やがった。あ、俺のカメラが。やめろ。ダメだ、もうおしまいだ。また不意にしまった。ジェームソンの声まで聞こえてきやがる。ブロック、この役立たずや。もしお前が本物のプロのカメラマンだったら、スパイダーマンを永久に葬り去るだけの証拠を握ったはずだ。お前はクビだ。もうその面を見せるな。お前はシベリアに行って結婚式の写真でも撮ってろ。俺は戦おうとしたんだ。しかし戦えなかった。これでまた無実の人たちが邪悪なスパイダーマンの食い物にされちまう。落ち着けブロック、ベノムがいるじゃないか。ジェームソンやあの昆虫野郎にこの落とし前をつけさせてやろうぜ。フェーズ1はこれで終了だ。次はフェーズ2だ。了解。さあ始まるぜ。すぐだ、もうすぐだ。